よし、やっていきましょう。アサシンクリードもね、2023年で15周年ですね。ストーリーも少し明るくした方がいいかな。15周年か、長いね。最初からやりますか。デズモンドになるのか。何がいいかな。ここは、ここはエツィオで。あ、丸決定か。丸決定でした。強いよね。エツィオは広角か。エツィオ。はい。しばらく、そう、1週間くらいは大丈夫なはずよ。おお、デズモンド、懐かしいな。少し待って。デズモンド・マイルズ。お前の人生は瞬く間に一変してしまったな。2ヶ月前は金持ちどもにカクテルを作ってたのに、今はおお、なんだっけ、モンテル・ジョーニーだっけ。俺と同じ。どうだ、素敵だと思わないか。人々の命と自由を守ることに全てを捧げた正義の味方だな。敵はテンプル騎士だ。冷酷で非人間的で権力に溺れ、秩序のことしか頭にない。俺たちは全力で戦っている。永遠のテーマですね。自由と秩序。まあ今更言うまでもなかったか。遺伝子の記憶をもとにして先祖の人生を再現する機械アニムスのことも覚えているだろう、うん、最初はアルタイル。十字軍の時代を生きたストイックなアサシン。リメイクがね、まだかまだかと待ち遠しい。そして次はエッツィオ・アウディトーレ。魅力と才能を生きて美しく生きたイタリアの貴族。共通しているものは何だと思う？そうさ、エデンのリンゴだ。リンゴもこれを残したやつだ。エデンの果実って言われてるよね。不思議だ。かつて来たりし者たちが。シンクリードの初期結構難しかったんだよな。ただカウンターが強すぎるってことを知ってからはほとんど最後カウンターされてましたな。デズモンド。だが事情が変わってきた。お前の精神はアニムスのせいでバラバラになりそう。何とかして自我を取り戻さないと。お前はずっと眠ったまま。ええ。いや、しかしかっこいいぜ、いつよ。モニタリングシステムを止めてメモリーに空きを作るわ。万が一が心配だけど。心配は無用だ。処置は適切だったし、アニムスもバイタルも安定している。今はね。でもこの子の機能は記憶の再現であって、全近くのシミュレートじゃないのよ。僕はデズモンドを信用するとしよう。親父か。デズモンドは親父ね。さあ入ってきます。どうなった？動けない体が。ああ、なんかリベレーションとはね、こう影が薄い作品かなって思うけど、意外と印象残ってるんだよな。架け橋でプレイしたからかな。なんか2ブラザーフットリベレーションって連続でやっていくとあんまりなんか進化してないなって多分思っちゃうんだろうけど、システムとか戦闘に関しては一番リベレーションズが発展してるはずなんだよね。だから続けてやるからそういうことになるのかな。何にも知らずにリベレーションズだけやるとどうなるんだろうな。ああ、黒いパーカーになってんだよね、デズモンド。白パーカーじゃなくて。おい、名前で呼べよ。あ、くそ、まだアニムスの中か。こんな目に遭うとは気の毒にな。レベッカ、ここから出せ。連中にはどうしようもない。壊れたんだよ。お前さんの危険体重6号心。
壊れた。名前なんだっけ。俺もさ、カラニフだっけ。俺を見てみろ。俺を見ろ。カラ、話をしよう。カラマフだっけな、なんだっけ名前。なんかロシア人っぽい名前だったような気がするんだけど、なんだっけな、この人。16の、ね、歩くか。ここは何なんだ。出た、この歩き方。いい場所だろ。ここはアニムスの中さ。歩き方、最初の試作プログラムでメモリーはない。シミュレーションさ、気象特性の。いい天気だ。歩き方だね。ラッキーだったな、プラグインしてもらえて。あと少しで。あと少しで。完璧な廃人になって残りの一生を病院で過ごすところだ。とりあえず精神崩壊は止まってる。アニムスが先祖との融合を防いでくれているおかげだ。だがシンクロの接点を見つけなければ、いずれは全人格が融合してしまう。はいはい、そうするとやばい、ね。そうなるとまずい。シンクロの接点。説明するから焦るな。基本的にパーカーだもんな、フード付きのね。そいつだよ、出口は。おい、からかってるのか。問題は幻と幻聴でいっぱいのお前の脳みそをどうすればいいかってことだ。保存されてるデータのところへなんとか戻り、完了してないメモリーをこじ開ける。直そうかな。シンクロの接点を見つけるってのは先祖の記憶を最後まで見るってことだ。そう、一つ残らず。接点さえ分かればデズモンドをエッツィオやアルタイルから切り離せるようになるはずだ。言って分かるんだ。俺もそうだったからさ。ただし俺は動けない。体をなくした。物語としてはアニムスに入ったまんまか。ああ、忠告しよう。その扉の先では全てが変化してる。何もかもが。なんかね、こう脱出ゲームみたいなやつだよね。自由を失うわけじゃないから出口を見つけることはできる。四角のブロックをこう急がないとルーシーの組織に送ってしまうぞ。ルーシー死んだんだっけ。あ、なんか撃たれたんだよね。知らなかったか。ルーシー、くそ、なんてことだ。すまない、俺じゃない、あの声だ、ジュノーだ。うん、デズモンドがやったんだっけ。あいつが俺にあんなことを。覚えてないけど、確かなんか撃たれたんだよね、ルーシーって。俺は何をどうしてたんだ。まあ早い、来いよ。これはちょっと落とすか。こんぐらいにしよう。こんぐらいでいいでしょ。少し白飛びが消えたかな。あ、いろいろあるね。ショーンだわ。ショーン、そっちはどう。話をさせろ。あなた、あ、待って、スピーカーに回すから。うん、懐かしい操作感だな。この R2 を押しながら出して。おかげさまで何から何まで一つも問題なしさ。今ジャンプしてるけど。分かった、落ち着け。そりゃいい。ルーシーが死んだっていうのに陽気に振る舞ってろっていうのか。おっと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 。あいつは寝たままか。もういい。ちょっとこっちは追憶パートか。洗脳されていたらどうするんだ。前もあったことだぞ。近くで、ね、いや、それはない。そう言うと思った。ショーン、アップダッシュ。これジャンプできんのかな。ああ、できないか。そう、昔のアサシンクリードは基本こう R2 を押すっていうのがね、今もなのかな。いや、かっこいいオープニングだな。あ、モントレアル。いっぱいあんな。ブカレスト、キエフ。すごい、いろいろあるわ。あ、マッシブ、ケベック、シンガポール。すごい、いっぱいあんじゃん。ジャパンがないのかな。ジャパンがない。クラウディア、我が妹よ。クラウディアね。平野綾が声優してたな。ものの、私は最悪の事態を覚悟している。私に宿を提供してくれている者たちから告げられたのだ。
マシャフに至る道には傭兵や盗賊がはびこっており、定住している者は誰もいないと。それが何を意味するかは言うまでもないだろう。いや、関さん声が成長する感じあるな。私はただ一つの目的だけを胸にローマを旅立った。父が見つけられなかったものを見つけるのだ。ちょっと鴻上信也。私が生まれる前の年に書いた手紙の中で、父はマシャフの地下にある隠された書物庫に触れていた。そこは英知の宝庫だという。マシャフ。そこで私は何を見ることになるのだろう。あるいは誰を。考えたくはないが、やはりテンプル騎士どもか。それとも寂しく風が吹き抜けているだけなのか。アサシン教団がマシャフを放棄してすでに300年近くが経つ。まだ誰かいるのだろうか。兄弟と呼べる者が。ああ、気の進まない旅だ、クラウディア。疲れたわけではない。ただ、行く手にあるものはたった一つしかない気がするのだ。なるほどね。混沌だ。今は答えより疑問の方が多い。お、いいぞ、いいポーズ。だからここへ来たために、答えを得るため、偉大なるアルタイルが残した英知を見つけ、より深く理解しなければ、戦いの意味と自分の役割を。生け捕りにする意味がよくわからないけど、殺してしまえばいいんじゃないかな。あえて言っておこう、クラウディア。力及ばず志半ばで倒れることがあろうと。いや、いいムービーだな。実写のようだな。ということはプレステーション3のクオリティでこんだけだったのかな。お前は真実のみを追求し続けろ。全てのもののために。私は無数の人間の一人に過ぎない。クラウディアも実際アサシンだもんね。いなくなっても大したことではない。飛べるよね、確かに。ここな、当時懐かしいな。あ、エツヨってこんな顔だったんだって思ったもんだわ。来た。ドン。おお、一直地した。おお、タカだ。レベレーション。かっこいいね。やっぱエツヨだな。急にゲームパートになった。まあ、アルタイルがこれ教えてくれてんだよな。データベース。アルタイル・イブン・ラハド。現代のアサシンのありようを永遠に定義づけた人間を一人選ぶなら、このアルタイル・イブン・ラハドということになるだろう。1165年に聖地で生まれた彼は、両親をほとんど知らず、教団に属するのも彼自身が選んだ道ではなかった。それでもアルタイルは熱心に訓練に励み、10代のうちに優秀な選手と成長を遂げていた。1189年、第3回十字軍が本格的に盛り上がりを見せていた頃、アルタイルはほとんど独立で、マシャフへ押し寄せる十字軍の部隊を一掃し、彼の厳格な死、アル・ムラリムさえも驚愕される。ラスボスだったよね。驚愕させることになった。この出来事を境に、アルタイルの名は全てのアサシの間で知られるようになった。続く2年間で彼は頑固だが比類なき戦士であるとの評価を勝ち得、その輝かしさは彼の謎に満ちた私生活を覆い隠すほどだった。彼を救う者は少数だったが、多くの者が彼に畏敬の念を抱いていた。アルタイルの火の打ちどころのない技は彼に大きな成功を収めさせたが、それはまた彼の傲慢さをや一層助長させることもなかった。彼はまた彼の傲慢さを一層助長させることにもなった。ああ、そっか、そっから始まるんだもんね。そっかそっか、それで、そうだよね。味方殺しちゃうのは、死なせちゃうんだもんね、最初ね。だが、アルタイルの凄さはこれだけではない。若い自分から彼は敵や味方の感情や意図を読み取る特殊な第六感を備えていたのだ。仲間のアサシンたちが鷹の目と名付けたとのこの特殊能力をアルタイルは人知れず磨き完成させた。だが彼の心にはこの能力が自分のみんなから遠ざけ、やがて危険に導くのではないかという疑念が常にあった。アルタイルの5つの魔石の鍵に保存された記憶のおかげで、我々はこの人物の人となりを詳しく知ることができる。テンプル騎士団のアニメス 1.28 アバター投射システム。はっきり言って魔石の鍵とは比べれば原始的だが、でもそれに近いことはできるが、
鮮明さは比べ物にならないほどだ。うん、アルタイルの5つの鍵か。なるほどね。いやしかし優れたアサシンのような描き方をしてるね。プレイ的にはすげえ苦労してる。そうかそうか、あ、そうか、この上にいたんだろうね。渋いな。フリーだ、フリー。掘ってんな。じゃあエツよ、行きましょう。来ました、主人公ね。エツユ・アウテドール・ダ・フィレンツェ。1459年、ジョバンニを父マリアを母とする裕福な家庭に生まれる。エツユの人生の最初の17年間はその放置な性格に放浪な性格に磨きをかけ、容姿の見栄えさの良さを追求することに費やされた。女たちは彼を興奮させ、ワインは彼の顔を照らし、政治は彼を退屈させた。フィレンツェの通りが彼の住みかで、おそらくエツユはその壁の外にほとんど関心を払わなかったことだろう。だが1476年、つまり26歳のとですかね。17歳の時ね、全てを変える出来事が起こる。父親と兄弟が冤罪によって反逆罪に問われ死刑を宣告されたんだ。その時になって初めてエイツは自分の父の正体を知った。ここはね、このシーンは印象的だよね。処刑ね、されちゃうんだよな。見に行くんだよね、処刑台までね。で、見ちゃうんだよな。で、その後ね、アサシンのね、服を見ることになるんですよ。その時になって初めてエツユは自分の父の正体を知った。彼の父親、アサシン、人間の心身の自由を守ることに命を懸ける凄腕の戦士銃団の一員だったんだ。父親がかつて友人によって無残に処刑された後、かつての友人ね、エツユは地下に潜り、自らもアサシンとなった。続く30年間、エツユは2つの目標を並行して追求した。つまり、自分の父と兄弟を殺したロドリゴ・ボルジャを探し、抹殺すること。これはね、叶ったよね。そして、アサシン教団を強化することだ。ロドリゴの復讐は、果たすのは容易なことではなく、相手を追い詰めて、その規模を生むのに20年ほど要したが、その後にはエツユもがむしゃらな復讐心もかなり和らいでいた。強行となったロドリゴを、許したことが結果的にエチオに奇妙な幸運をもたらすことになる。なぜなら彼のおかげでエチオは人類の歴史が始まる何千年も前に存在した人類に似た謎の種族、それをかつて来たりしもうというね、人類に似た謎の種族のことを知ったからだ。彼にはこの第一文明人が残したメッセージを理解することはできなかったが、自分が見たものを忘れもしなかった。そして彼は様々な苦労を経てエデンの果実を手に入れることに成功した。ロドリゴの命を奪うことを思いとどまったエイツヨだったが、その後すぐに彼の息子チェーザレがビラ・ウティドーレを襲撃、王子のマリオを殺しエデンの果実を奪っていった。これはブラザフットかな。これは辛い出来事だった。そしてエイツヨが奪われたエデンの果実を取り戻し、チェーザレを葬り去るにはそれから5年ほど用意した。だがこのことを除けばエツヨの生活は全体的な平穏だったと言っていいだろう。少なくともアサシンとして望める範囲では、その後の数年間を彼は財産を整理し、弟子たちを訓練し、アサシンの同志として優秀であろうと努めることに費やした。熟年を迎えるとエツヨの不思議な能力の数々にもそれにつれて成熟していった。その中の一つが、あの非常に珍しい超能力、アサシンたちが鷹の目と呼んだあの特殊能力だったことは言うまでもない。この力が何に由来するものなのか正確なところはわからないが、いくつかの説はある。おそらく原初の人類とかつて来たりしもうたちの古いつながりの痕跡なのだろう。筋の通った説明をするのが困難だが、事実は小説よりも気なりだ。とにかくエツヨはこの能力が非常に高かった。自分も多少の心を柔らが、エツヨと共に過ごした時間はごく短かったから、オタクに比べれば大したことはない。デズモンド・オタクの場合はアニムスの流入現象がある。エツヨとそしてアルタイルと過ごした時間のおかげで、オタクの場合は誰も思いつかなかったような形で潜在能力が目覚めたというわけだ。エツヨに感謝しないとな。彼が宿題をしっかりやってくれたおかげでオタクは楽ができるんだから。これあれか、あのメガネが描いたのかな。これはね、
データベースっていうのは。なメガネなんだっけ、ジョニーじゃなくてジョニーだっけ、忘れちゃったわ、あのメガネのね。チュートリア、あ、やべ、チュートリアで始めちゃった。やめろ、無駄だ。いいね、このブーンって音。この段階でフルシンクロあんのか。ほんとだ、カウンターでテンプレクシーを倒すだ。インベントリーが何やの、衣装、いろいろあるね。うんうん、なるほど。そっか、 DNA っていう言い方をするんだよね、アサシンの場合はね。分かりにくい地図もアサシンね。続きだな、続きはね。